ご視聴ありがとうございます。今回は海外で活躍する新幹線のご紹介です。日本すごいだけではない複雑な事情と実際の様子を車窓と合わせて解説します。2つの延伸計画と車両に迫る不穏な影にも注目です。ここは台湾の首都台北の東にある南港駅です。ここは台北駅から東に9キロほどの場所にあり、台北メトロの路線の一つ、台北駅を通る阪南線が乗り入れています。この駅には台北メトロだけでなく、台湾全土に路線を持つ台湾鉄道ともう一つの路線があり、駅施設はすべて地下にあります。今回私が乗るのがこちら。HSR、高鉄と表記されている台湾高速鉄道です。ここ南港駅から台湾西部の主要都市である台北や台中、台南を経由し、台湾南部の西英駅までを結びます。台湾鉄道と同じく、オレンジ色をメインカラーにしているものの、運営は別組織です。起点である南港駅には、自動券売機はもちろん、有人窓口もズバーッと並びます。ただし、私が使うのはこちら。連続する3日間、自由席と指定席が乗り放題の外国人限定パスで、お値段2200ニュー台湾ドル、およそ1万円です。南港から西までの片道自由席でも1480ニュー台湾ドルなので、往復だけで元が取れます。自動改札機は利用できないので、駅員に声をかけ、改札の扉を開けてもらいます。地下行きながら構内は広々としており、奥にはセブンイレブン、そして至る所にベンチがあります。月台とはホームのことで、列車は南港駅から南に進むので、南下月台というわけです。南港駅は、ホーム3つ、線路6本の3面6線と呼ばれる構造です。東海道新幹線の東京駅と同じ構造ですが、ホームの幅は端っこでも同じで、全体が直線なので見通しが良いです。番線は1から6ではなく、1A から 3B までの3つ。番号はホームごとに振られ、両側の線路は AB で区別されます。そしてちょくちょく映っているこの車両。そう、新幹線の700系に似ています。この列車に乗る前に、台湾の高速鉄道に日本の技術が導入された理由を、開業までの経緯と合わせて解説です。台湾高速鉄道の今の路線は、全長 348.5 キロ。台湾には南北に山が連なり、西側の方が平地が多くて人口が多いため、高速鉄道も西側にあります。それまでこのエリアの鉄道は、台湾鉄道が担っていましたが、やはり所要時間が長く、高速鉄道の建設が求められていました。台湾の技術だけでは作れないので、海外勢の力を借りることになり、2つの陣営がぶつかりました。台湾高鉄連盟は、動力のある機関車を両端につなぎ、間の車両を前後から動かす、プッシュプル方式。これは先ほどの列車と同じものであると同時に、欧米の高速鉄道ではよくある方式で、この方がコストが安かったことなどから、当初は台湾高鉄が有利でした。しかし98年6月、ドイツの高速鉄道 ICE が脱線事故を起こし、欧州方式への信頼が揺らいだこと、99年9月に台湾大地震が起き、地震への防御策が優れている日本方式が再注目されました。そして台湾政府の意向もあり、台湾高鉄の協力先が日本連合に切り替えられました。ただし、すべてが日本方式になったわけではなく、車両は日本、配電制御は欧州、土木工事は国際入札を行うことになり、複数の方式が混在することになりました。2007年1月5日、板橋西英間が開業。2月14日には、板橋台北間が台北方面のみ開業し、中華圏の休暇である春節中の特別措置として、料金不要とされました。台北西英間の正式開業は、3月2日のことです。2015年には、準備工事だけだった途中の3駅が開業しました。その後、16年7月に、台北南港間が開業。現在の路線網が完成しました。これにより優位性を失った航空路線は、軒並み撤退か縮小されています。一方、台湾鉄道は台湾高鉄とは別組織であり、高速鉄道の開業で並行区間が第三セクターに移管されることもありません。速達性では高速鉄道にかないませんが、相対的な運賃の安さで対抗しており、日本製の新型車両も導入されています。台湾高鉄の車両は日本方式のため、東海道山陽新幹線の700系をアレンジした 700T 型が開発されることになりました。
この車両、700系と全部が同じではありません。まず、先頭部の形状。このシンプルな形状は、鴨の橋に例えられる700系とは大きく違います。700系では、空気抵抗を減らすこと、トンネルに入る時の気圧変化を抑えるためにあのような形状でした。ただし、台湾高鉄はトンネルなどの規格が欧州陣営の車両も考慮していたため余裕があり、形状を絞る必要がなかったことなどが理由です。700T 型には側面に乗務員用のドアがなく、乗客用のドアから乗り降りし、車内を経由して運転台に出入りします。防犯面の懸念もあったものの、台湾鉄道にも似たような車両があったため、結局乗務員用のドアは省略されました。また、車掌が発車時にホーム上を監視するための窓などもありません。そのため、列車が発着する時の安全確認は、ホームにいる係員がすべて行うようです。編成両数も、700T 型は12両編成とされ、時速300キロの最高速度と、急勾配に対応するため、よりパワフルなモーターを採用するとともに、一定の速度で走れる装置を実装しています。複数の方式が混在したため、車両価格は700系よりもだいぶお高くなったようです。運行形態は、主要駅だけに停車する速達タイプ、各駅停車タイプ、その中間タイプがあります。日本の新幹線のような、のぞみやひかりといった愛称はありませんが、最速達列車を直達車、停車駅が多めな列車を直達会社、半直達車などと呼び分けます。また、台中駅より北または南だけを運行する各駅停車もあり、区間車と呼ばれています。自由席は10号車から12号車までの3両で、グリーン車に当たる車両が6号車にあります。これらの構成は常に同じではなく、自由席がちょっとだけ多い列車もあります。車両について、車内も詳しく見ていきましょう。南港駅で折り返す列車には、車内清掃を行うものもあり、ドアにこのような幕が掲げられます。車内清掃が終わりました。早速車内に入ります。デッキのドアはボタン式で、横にあるごついボタンを押して開けます。車内の様子がこちら。シートの色などは違いますが、ベースが700系だけあって、車内のスタイルはよく似ています。座席背面の案内図も、描き方含めて新幹線にそっくりです。座席を出した様子がこちら。700系そのままです。ただし、台湾流にアレンジされたところもあります。一つ目がこちら。緊急用のハンマーです。これで窓を割って脱出します。なお、台湾鉄道の車両には窓が開かないものも多いため、同じようにハンマーを備えた車両があります。また、自由席車両の両端には、優先席に相当する座席があります。窓側席がここしか空いていなくても、他に座席が空いていればここは開けておくのが台湾流のようです。また、ラゲッジスペースを備えた車両も、車両の基本設計を変えないよう、窓を内側から塞いでいるだけなのが特徴です。なお、グリーン車に相当する車両がこちら。床にはカーペットが敷かれ、照明器具も違うなど、グレード感がありますね。ちなみに、公衆電話の跡地らしき場所には何もありません。そして、先ほど通ったドア部分にも特徴が。これは、乗務員がドアを開け閉めするための装置です。まずこのドアだけを開け、それから他のドアを開けます。ドアを閉めるときはその逆。日本ではどちらかというと少数派ですが、台湾では在来線でも割とよく見られる手法です。いよいよ発車です。ドアチャイムも700系そのままです。音がいまいち入っていませんが、加速するときに下から響いてくるモーター音は700系にそっくりです。上下線の間にあるポイントなどは駅から離れているらしく、通過時も結構速度が速いです。しばらくは近く感が続きます。同じ都心部でも、日本では新幹線の地下線は珍しいですが、台湾では10キロ余りに及びます。そういえば、車内モニターの形状も700系にそっくりですね。近く感は割と線形が良いので、結構な速度で走ります。およそ7分で、台北駅に到着です。南港駅とは違い、この駅にはホームドアが整備され、安全性が高いです。台北駅ではシステムの関係上、折り返し列車の間隔を6分以上空ける必要があったため、南港駅へ延伸されるまで、
本数を増やせない課題がありました。延伸でその課題は解消されたものの、左右方面はホームが1個しかなく、幅が狭いのはそのままです。入場改札と出場改札を分けるなどして対策していますが、動線の少なさもあって駅構内はいつも混雑しています。ホームドアがあるのはその混雑ぶりとは無縁ではなさそうです。広々とした空間に見えますが、4つあるホームのうち2つは台湾鉄道のものです。次の板橋駅に到着です。最速立ちタイプの列車は全て止まるものの、それ以外の列車には通過するものもあり、例えて言えばのぞみの停車駅を光が通過するようなものです。この駅を出た後でようやく地上に出ます。ここから次の台中駅までノンストップです。しばらくは台湾鉄道の線路が並行し、マンションも目立つ車窓ですが、大きな川を渡ったりするうちに緑が増え、山岳トンネルにも入ります。ゆっくりと高さを下げてトンネルに入り、最初の通過駅桃園を通過。台湾の玄関口の一つ、桃園国際空港の最寄り駅ですが、最速達列車は全て通過します。ホームは通過線から完全に仕切られているらしく、通過する列車からは見えませんでした。遠くに朝もやが残る中を爆走します。通過線とホームが仕切られているのはその他の駅も同じで、高架駅では巨大な壁で仕切られ、ホームから通過列車を見ることはできません。これはホームから通過列車を間近に見られる日本の新幹線とは大きく異なる点です。一見地味な通過駅ですが、台北までの料金がそれほど高くないことから、日本のように高速鉄道で通勤する人も増えています。なお台湾高鉄には車内販売が今もあり、序盤で席にやってきました。残念ながら新幹線すごい硬いアイスは売ってないようです。台湾高鉄では直線半径を原則 6,250m 以上としています。これは東海道新幹線の原則 2,500m、 それ以外の 4,000m より緩く、高速走行に一役買っています。ちなみに駅間で車両故障が起きた時に、その車両を追い抜いて走れるよう、およそ20キロごとに上下線を結ぶ線路があり、1本の線路を上下線で共用できます。雄大な自然を望む景色は終わり、台中駅に近づきます。進行方向右側、線路の西側に大きな建物が目立ちますが、台中の中心は逆、高速鉄道の駅の東にあります。市街地を貫くように線路を引けなかったので、市街地の西側を迂回しています。板橋から40分、南港から1時間ほどで台中駅に到着です。ホームは2つ、線路は4本で、中央に通過線もあります。なお今のダイヤでは基本的に全ての列車が台中駅に止まるようです。ホームの様子がこちら。通過線の横は仕切られているものの、ガラスの仕切りで圧迫感を軽減しています。天井が高いのはホーム階だけでなく、コンコースの天井がめちゃめちゃ高くて開放感があります。これは駅のすぐ横で台湾鉄道と交差しており、線路自体が高いところにあるのも理由です。なお台湾鉄道の台中駅は8キロほど離れており、乗り換えられる駅の名前は新宇治という名称です。台湾高鉄と台湾鉄道の台中駅を同じ駅だと間違える人も多いですが、新宇治には特急列車が原則止まらないので、予定を組むときは注意が必要です。私は間違えていたのは内緒です。そういえばホームの端が余っている駅が複数あります。台中駅では通過線の壁がここまで続いており、両数を増やす計画があるのでしょうか。台中駅自体は市街地から離れているので、少し離れると建物は少なくなります。この先で高さが上がり、遠くまで見通せるようになります。市街地を避けつつ、山岳区間のトンネルを短くするのが目的のようです。線路が高さを下げる途中には大きな右カーブが、序盤で出ていた S 字カーブの一つ目ですが、速度を大して落とすことなく爆速で通過していきます。この先で大きな川を挟みながら、さらに2駅通過します。これらはいずれも準備工事だけが行われ、後から開業した駅です。台湾高鉄ではほとんどの区間で砂利を敷いた線路ではなく、スラブ軌道を採用しています。これはコンクリート製のスラブと呼ばれる板を並べ、その上にレールを敷くもの。メンテナンスは楽ですが、線路が分岐するポイントを後から作るのが難しいのが欠点です。今通過しているのが最後の通過駅、台南駅です。市街地にある台湾鉄道の台南駅とは直線距離でも10キロ以上離れており、
台湾鉄道が乗り入れるようになったのは駅開業から4年後と、初期はアクセスの悪さが課題でした。台北台中とは異なり、最速達列車はこの駅には止まりません。速度を下げたところで車両基地の横を通過します。ここは台湾高鉄に5カ所ある車庫や工場のうちメインとなる場所です。そしてその先で線路は右カーブで南から西へと直角に向きを変えます。このカーブは半径およそ 1500m と標準の規格よりかなり小さいです。直線で進むと市街地の東側に行くところ、このカーブで向きを変え市街地の西側に乗りつけます。本来なら高尾の中心部に駅を作りたいところですが、北に離れた場所になりました。台湾鉄道の線路と2キロ余り並走し、終点の西英駅に到着です。高速鉄道の開業に合わせて台湾鉄道の駅も新設されたものの、西英駅は2キロ離れた場所に元からあったため、こちらは新西英という駅名になり、分かりにくい状態です。高尾までは台湾鉄道か高尾メトロを使います。西英駅に到着です。反対側の南港駅との逆に地上駅です。こちらも3面6線の巨大な施設で、台湾鉄道と共用の駅舎は天井も高いなど、終点にふさわしい風格です。全線開業から7年余りが経過し、平日休日問わず混雑が目立つ高速鉄道。そして今新たな変化を迎えようとしています。一つ目が 700T 型に変わる新型車両の導入です。ベースとなった700系の製造はすでに終了し、東海道新幹線からも引退したことから、保守部品の調達が難しくなることを受け、入札が進められてきました。ところがメーカーの見積もりが割高すぎるとして、今年1月には入札が中止になりました。導入予定の車両は最新型の N700S をベースとしていましたが、台湾高鉄に複数の規格が混在しているため仕様変更が重なり、新型車両の開発と変わらなくなったのです。また入札対象は8編成のみだったため、スケールメリットも限定され、船で輸送するコスト、台湾高鉄の仕様に基づいて発生する費用が加わり、かなり割高になってしまいました。その後今年3月に価格交渉がまとまり、 N700S をベースとした車両が導入される方針になりましたが、開業時の経緯を見ても予断を許さない状況です。一方路線にも変化の兆しがあります。一つが高尾や平東に路線を伸ばす計画で、複数の案があります。まずミニ新幹線のように台湾鉄道に乗り入れる案。これは台湾鉄道の規格の見直しが避けられず、本数も多くできないのが欠点です。そして車両基地の南で線路を分け、平東まで結ぶ案。時短効果は高いものの、スラブ軌道にポイントを追加するコストがかかり、工事中は線路1本で運行することから、所要時間や列車本数の懸念があります。次が台湾鉄道に並行して新線を建設する案。台鉄との連携は期待できるものの、線形が良くないため台鉄の特急列車と所要時間はそれほど変わりません。最後が西英駅から折り返す案。西英付近で線路が足りなくなるのがネックです。どれも一長一短があり、比較検討が進んでいます。そしてもう一つが南港から東への延伸計画。水源地帯をどの程度経由するのか、そして終点をどこに置くのかなど、複数の案をベースに比較検討しています。まだまだ変化が続く台湾高速鉄道、数年後には様変わりしているかもしれません。ご視聴ありがとうございました。